ガクト、秘策って？清殿がトイレに行った際、このプレイヤーに入れておいたうんこの音を小生が遠隔操作して鳴らすのでござる。そうすれば時間が稼げるでござる。さすが練馬一の地匠、もううんこ音が入ってるんだな。まだでござる。あ？まだわからぬか。小生はこの授業を受けることまで考慮して秘策を練ったのでござる。これはネット？さよう、うんこの音くらいネットで検索すればいくらでも。うんこ MP3 で検索しても出てこないでござらん。どうすんだよ、この機械を逃したらもうパソコンには触れない。わかってるでござる。しかしいくら検索しても出てこないのでござらん。出てこないなら出せばいい。いや、それは無理だ、リスクが高すぎる。そもそも誰が出すのかって話だ。しかしそれ以外に。もういい、諦めよう、この計画は失敗だ。清殿の相撲デートにかける思いはその程度でござるか。このイヤホンはマイク代わりにもなるのでござる。ガクト、やめろ。ここでそんなことしたらどうなるか分かってんのか。確かに清殿には無理でござるな。潮殿の前でやらかせばデートもなくなり、脱獄の意味もなくなる。俺だけじゃない、お前だって無理だろ。高校3年間を棒に振るつもりか。小生、この女子だらけの高校に入れば彼女ができると思っていたでござる。3年あればできるさ、1000人も女子がいるんだから。しかし三国志フィギュアは4年に一度。簡単な計算でござる。4年間我慢するより3年間我慢した方がいいに決まってるでござる。バカなこと言うなよ。お前、高校生活よりフィギュアを取るってのか。もちろんでござる。やめろ、考え直せ。小学生ならまだしも高校生でそれはありえない。清下の、あとは頼んだでござる。ガクト！ごめん。先生、トイレに行かせてください。もちろんどうぞ。でも、もう少し早く行ってくれれば。ガクト、俺は必ず脱獄する。